リシリアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オプティマスオペレーション、イエーイ。好きな召喚獣はマディン、森下由紀子です。好きな召喚獣はアレクサンダー、いいね、大和田ひとみです。よろしくお願いします。はい、さて今回も始まりましたオプティマスオペレーション、はい。こちらは私たち2人が1周年を迎えてますます盛り上がる、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニアを改めて始めたいと考えている人や初心者の方、そして FF シリーズが大好きな全プレイヤーの方々と一緒にオペラオムニアを楽しんでいく番組でございます。はい、ということでですね、はい、番組第2回目なんですけれども、前回はアーサー師匠をお迎えしまして、ね、ブレイブ攻撃と HP 攻撃について学びましたが、うん、はい、宿題も出ておりましたね我ら。そうなんですよね、もうゆきこさんはもう宿題と言われながらも前回でもう達成していた。そうね、うん、私知ってるんだよ、もうフレンド登録してあるから。友達だからね我らね。友達だから知ってるの、うん、あなたがランクすごいことになってるの。あげたわお互い、宿題を確認してみましょう。前回の宿題は3キャラクターのレベルとクリスタル覚醒を30以上にしようという宿題でした、うんうん、では森下由紀子の結果発表お願いします。はい、こちらです。おどんな問題。33レベル、33、お、30、43、30、42、お達成。知ってた、知ってたでしょいやすごいね、なんかキャラクターもいっぱい。そうなの、いるよ。いい感じに回っておりますね。じゃあ私のも発表しますかね。はい、大和田さんどうです。はい、こちらになっております。おー、ジタン、ビビ、クラウドが、うん、いってるね全部。皆さん全部30超えしてます。素晴らしい、頑張ったな。強くなった。スコールがレベルが高いね、うん、そう、スコールがね、経験値が2倍。でもビビにあげたんだねそんなこんな感じですよ、うん、とりあえずクリアです。おめでとうございます。我らおめでとう。おめでとうすごい迷うね、どの子をさ一番最初にさ、そうなんだよね、上げていくかみたいなのは、うん、でもとりあえず徐々にねこう上げていきたいと思いますけれども、はい、クリアのご褒美っていうのがあったと思うんですけど、うんうん、それは何なんでしょうか。開発潜入レポートのユーザープレゼント、こちらの3月分にさらにガチャチケット10枚をプラスでプレゼントです。やったねー、やった、頑張ってよかった。やった、チケット10枚ってすごくない、うん、皆さんもログインしてください。私たちもね3月末に、そうだね、忘れないように、忘れないようにしっかりログインしてゲットしたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オペオペ。さて宿題は無事にこなしましたが、まだまだ玉ねぎ剣士の私たちのために今回も新たなオペラ先輩を召喚いたしました。こちらの方です。はい、召喚されました。好きな召喚獣はシルフの氷です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。公式生放送で MC をされている氷先輩です。はい、前回1月の放送で私たちこの番組の紹介で、はい、出させていただいたんですけど、その説はお世話になりまして。やってる、やってます、やってます。氷先輩はプレイ状況は、プレイ状況ですか、はい、やってますか。スコールの EX が出まして、やってますね、おめでとうございます。本当にありがとうございますということで、はい、まあ、今日はいろいろと新しい要素を、はい、みんなで学んでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オプティマスオペレーション第2回スタートです。オペオペ入門オペラ道場。はい、こちらの時間はオペラオムニアの基礎を学んでいくコーナーとなっております。このゲームをやり込んでいるジョブマスターの方々は温かく見守ってください。お任せください。おさて早速ですが、今回私たちが学ぶオペレーションはこちら、うん、装備。装備出ました。大事ですね、大事ですね。そう、私これよく分かっていなくて、なんか、うん、とりあえずつけてステータスが上がるとか、なんか相性とかあるのだろうなというのは分かっているんです、うん、そこまでね、なんかもう分かっているんだよね、はい、分かってはいるんですけども、はい、全然細かいことが分かっていないので、今回詳しく教えてください、はい、教えてください。分かりました、お任せくださいませ、はい、ではその部分中心にね、実際にゲーム画面見ながらじゃあやっていきましょう、はい、じゃあ実際ですね、やはりまずは武器を手に出ましょう。ガチャを回しましょう。あ、回しちゃいますか、回しちゃいますか。で、番組用に用意した端末なんで、はい、もう何も気にせず心置きなく
いっぱい弾けますね、はい、いっぱいまあ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 心置きなく、まあ、心置きなく一回弾いてください。わ、はい、かりました。せっかくなのでこのイベントガチャ、はい、こちらでいきましょうか。欲しい。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。どうやったら当たるんですか。当たるまで回せば当たると思うよ。心理。じゃあ回してみよっか。はい、思いを込めていきます。はい、選んで。おいいですよ。いきなり、いきなりこれは期待が高い。そうなんですか。これは高いですよ。おいいぞ。さあワンタッチ、はい、ちょっと弱かった。よし、じゃあ行こう。1、うん、2、3、ボブ沈みますね。4、5、この辺からですよ。6、そろそろ7、さあ来る、お、来た。ここで、お、いきなり、あった。まずセルフィー、そしてサンクレット、さらにスコールの、そしてセルフィー。これは、これは本当に素晴らしい。やった、おめでとう。じゃあ状況見てみましょう、はい、こちらね、はい、スコール見ていきましょうか。スコール、はいはい、スコールのランスオブスリット、これスコールの相性武器、相性って右上にポイントとしてはやはり相性性能、はい、ソリッドブースターついてますね、はい、これはスコールのアビリティの1つ目、うん、1つ目のソリッドバレル、これの威力が上がるという、そういうパッシブが、ついているという装備になります、うんうん、これが相性武器ですね。次はじゃあサンクレット見ていきましょう。こちらはですね、こちらも相性って書いてあるんですけども、うん、さっきのスコールと違うところとして、アイコンにサンクレットさんいますね。いますね。います。いますね。これサンクレットさんもすでにいるってことは、はい、サンクレットさん専用です。あ、そういう意味なんですね。でサンクレットさんにしか装備できない。装備できない。はい、これが相性性能としてついている。二つ目のアビリティのこう能力を上げてくれたりするんですけども、はい、見てほしいポイントとしては、はい、最大 CP ですね。はい、こちらが35になってますよね、はい。先ほどの相性武器より高いんですよ。本当だ。全然高い。この時点で全体的なその能力もやっぱり専用武器の方が高かったりするので、うん、いっぱい書いてありましたもんね。そうなんです、うん、この違いがある。これが相性と専用の違いですね。さらにもう一つなんですけども、はい、こちらセルフィーの武器ありますよね、はい、セルフィーこれ2種類これ違う武器なんですね、はい、1つはフレイルですね、はい、こちらはですね、はい、両方とも専用になってるんですよ、はい、なぜかというと武器の左上のアイコンを見てみるとこれちょっと変わった形になってますが、はい、セルフィーは使ってる武器がもうオンリーワンなんですよ、武器の種類が、はい、ヌンチャクそうですよね。ヌンチャク使いはね専用の武器種、はい、なのでもう全ての武器が専用になってフレイルの方が一つ目のこちらアビリティの能力が上がるようになってますね。ドレインが上がるアタックとサポート、はい、でもう一つの方、はい、こちらがモーニングスターですね。そびえ立つ壁という、はい、こちらパッシブがつくことによって二つ目のアビリティウォール、はい、このウォールが、とても強くなる、というふうになってます。でさらにこちらの方が専用扱いですね、はい、他のキャラクターでいうところのキャパシブキーポイントが、はい、高いですね。高いですね。35。そうですね。こちらが15。15。はい、同じ顔のアイコンがある武器でも結構違うんですね。いろいろと2種類あるんですね。相性武器に関しては1つ目のアビリティの能力が上がる、はい、いいところとしては相性武器なので、はい、それ以外のキャラクターも装備できるんですよ。もう一つの専用武器、専用のキャラクター専用の武器となっている。それ以外のキャラクター装備できないのですが、はい、その分、ステータスアップが多かったり、はい、さらに CP ですね、キャパシティポイント高かったりすると。なるほど。さあそれではガチャでは、あ、今、うん、こちらいくつかのガチャはですね、はい、初回のみ2500、半額になっていることがあったりして、お、止まりましたね、手がこれに決めた、これに決めた。じゃあ行きます、はい、いいですか。行ってらっしゃい。おお、思いが通じて、これもちょっと期待度高いですよ。さあ、1、あ、やべえ、もう一度やっやっ、この点素人なのやっちゃった。それはそれでよし、いいか。もう一回押しちゃうこともね、あった。公式でもそういうことありましたよ。どうです、先生、どうです、どうです。見てほしいポイントとしては、ダリさんの防具ですね。星4防具がガチャでは最大なので、あ、じゃあ星5の防具っていうのはガチャでは出ないんですか。そうですね、ガチャでは出ないんですけども、ストーリーのところで出たりとか、はい、進行でご褒美もらえたり。星4防具も相当使えますんで、はい、はい、いや、2人とも本当に
良いガチャを見せていただきました。ありがとうございます。はい、これ番組用のデータですけれども、はい、はい、番組用のデータですね。これ私たちのデータに反映されるんで、ね、ないですね。喜んじゃった、ないですね。喜んじゃった。本当番組用に本当素晴らしい引きを本気で喜んじゃった。でも大丈夫、願いは叶う。願いは叶うよ。指が覚えてる、指が覚えてる。大丈夫。先生ありがとうございます。おっぺおっぺ。じゃあ次の、話なんですけど、先ほど相性と専用とか、あとね、アビリティの能力が変わるよなんて話しましたけど、じゃあアビリティの能力強くなるよって、実際どういう風に強くなるのかっていうのをちょっと実際に見てもらおうと。フレイル装備にしてこれでいきましょうか。はい、これ現在、ありますね。まずアイコンの色を見てほしいんですけども、これドレインが赤でウォールが青になってますね。ドレイン赤になっているというのは、このアビリティが強化するパッシブがついてますよという。赤が強い。青の方は先ほどパッシブ外したので、これ青になってますね。ウォールは青になります。じゃあウォール貼ってみます。はい、でこれその後にこうキャラクターの選択対象を選んでください。じゃあスタイナーさんウォールかけるんですね。スタイナーさんお願いします。はい、かわいい。はい、こういう感じでスタイナーさん1人に壁がつきました。はい、じゃあ今度は装備、こちらを、フレイルからモーニングスターに変えます。はい、見てみてください。ゴール、はいはい、ゴール赤くなりましたね。はい、じゃあ今回のゴール赤くパープしてるの違いますよ。よく見ててください。じゃあゴール使います。みんな守る壁。はい、これでおー、ありがたい。そう、赤くなってパープしていると、はい、こういうことができてしまうと。アビリティのパワーアップっていうのがあります。ちなみに先生、はいはいはい、両方赤くするみたいなことはできない。いい質問ですね。そして欲張りさんですね。ではですね、はい、そうやって両方赤くするためには何をしなきゃいけないかと言いますと、はい、武器の強化、限界突破をしないと、まずはじゃあ武器を強化するというところからご覧いただこうと思います。さあ今画面にはですね、セルフィーの、はい、装備画面見てもらっているんですけども、フレイルこれ青いんですけども、はい、もう青くなって限界突破マックスに色がついてますね。はい、丸いやつですね。丸いやつがついてレベルもマックスになってる、はい、もうフレイルは十分使ってるわけですよ。もうフレイルについてるパッシブ、はい、アタック&サポート、はい、これはもうすべてもうすでに覚えた。だからたとえこれはフレイルを外したとしても、もうアタック&サポートを覚えているので、パッシブとして装備ができます。でさらにそこにモーニングスターを装備する。そびえ立つ壁でウォールが赤くなりますね。でさらにフレイルのアタック&サポートでドレインが赤くなってますね。その結果両方赤くなる。すごいや。これをまあ目指していくと。でそれをするためのじゃあ強化、限界突破の方法などをちょっと説明していきます。はいはい、お願いします。こちら強化ですね。はい、強化の画面の武器防具強化、こちらですね。パワーオーブ、これは強化するための専用の道具です。これをもうどんどん強化のために使っていきましょう。はい、こうして10個1500ポイントもらえますね。はい、で決定をしてで強化します。はい、強化。折り鶴、折り鶴が成功。ちょっと強くなった。もう一回やるならもう一回決定して折り鶴でやっていって、チッと押すと強化。プシュン。超成功。超成功。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。2倍ありがとうございます。でほら、レベル上がった。ご覧ください。レベル上がりましたね。31から32に上がりました。もらった経験値もね、さっきね。成功だと1500だったのが超成功で2200、はい、違いますね。で初期ブレイブが上がって、はい、最大ブレイブ攻撃力などなどが上がっているという。まずは強化ですね。もう一つ、はい、この強化を続けていてもいずれ頭打ちがやってくるの で、はい、でこれやっていくのが限界突破、はい、で限界突破をやるためには同じ武器を用意してもらう。同じ武器同士を掛け合わせると元となった武器のこの限界突破1段階上がります。つまり3段階アップするということは同じ武器を3本で限界突破するといいことが、まず一つは、レベルの最大が上がります。最初は20だったのが、はい、最大までやると35まで上がっていくんです、はい、でさらに一番やっぱ大きいところとしてはキャパシティポイントが上がりますね、はい、限界突破によってキャパシティポイントが上がる。あ、そうなんですね。そういえばそうですね。こちら限界突破0ですね、はい、0の状態だと CP15 ですが、これが
限界突破1つすることによって5上がって20になっている、ね、そう、それぞれの武器に1本ずつ、ね、星野の相性武器があればいいのかなって思ってますけど、その強化っていうのはその強化素材じゃない銅色の武器たちは強化素材として使っていいものなんですか、はいはい、なるほど。さっきのガチャでもね、銅色の武器いくつか出てましたけど、これの使い道ですよね、はい、どんどん使ってください。どんどんあの強化素材として使ってください。ただし、まあ、星4に関してはちょっと判断が難しいんですけども、はい、序盤はかなりまだまだ使えると思うので、はい、星4は使っていただく。ただやっぱ星5がどんどん揃ってきたなと、もう星4になっても大丈夫だなってなってきたら素材に使ってもらっても大丈夫です。わかりました。その星5の武器を限界突破させるには、うん、お金の力を頼らないといけなかったりするんですか。方法はあるんですね。 あるんですね、はい、限界突破の方法っていうのはいくつかありまして、同じ武器を掛け合わせることで限界突破というのもできますし、さらにじゃあ画面で見ていきましょうか、うんうん、こちらルーンスタッフを限界突破していきたいけどルーンスタッフないよ。ないです。ないですね。ないですね。私持っておりません。でも限界突破したい場合に、はい、ほら上の方見てください。武器の隣に限界突破というところがありますね、はい、あれだ。ありましたね。ここあった並んでますね。はい、これがですねパワーピースでございます。このパワーピースを4つ用意することによって限界突破ができます。見たい。じゃあちょっと武器を選ばせてリーラエッジさんをこれを限界突破させます。4つね、はい、パワーピースを選びました。これを決定ボタンを押します。大丈夫、分かってる。ほらで、これで限界突破。リーラエッジさん、レベルも、はい、CP も、そうですね、レベルのこう限界が25に上がって CP も上がりましたと、はい、さあこの限界突破のパワーピース、これはまあどうやって手に入れるかと言いますと、そうですね、まずはですね、はい、週に一度ディシリアポイントを、支払うことによって手に入れることができます、はい、ディシリアポイントご存知ですか。ディシリアポイント、ディシリアポイント、ディシリアポイントというのはですね、ここの左下、こうやって D のマーク、今線のこれですね。これがディシディアポイントです、うんうん、ディシディアファイナルファンタジーがプレイできるゲームセンターに行って、はい、ゲームセンターに行って、はい、受け取るボタンを押すと100ポイントもらえる。さらにさらにそこのポイント効果を見て、ほらパワーピースね、900ポイントなんですね。900ポイントで使っていったということです。他にもですね、まあ、ミッションをこなして手に入ったりとか、いろいろ手に入れる方法はいくらでもあるので、全然普通にやってればたまります。さあそしてパワーピースの、はい、手に入れ方なんですけども、はい、他にもですね、星5武器を売ることによってパワーピースを手に入れることがあります、うん、例えば一つの武器を限界突破しました、はい、で限界突破した上で、でもさらにその武器が出てきました。そしたらその武器って、ね、特に専用武器だと使わないです。そしたらそれを売ってしまう。で売ることによってパワーピースを手に入れることができると。2つの場合ですと、はいはい、まあ、パワーピース1つなんですけども、はい、この限界突破してる数によって得られるパワーピースの数っていうのは増えていきます。1つ限界突破なら2つ、はい、2つ限界突破なら3つで、最大の限界突破であれば4つのパワーピースを手に入れることができるんですね。へー、そこまで限界突破して売ることってあるんですか。あります。今回ですね、よく出ているセルフィーの武器っていうのは両方専用なんですよ。つまりセルフィー以外は装備できないですよね。モーニングスターを今装備してるんですよ、はいはい、もちろん能力も高いんで、はい、ということはここに残ったフレイル、もうフレイルの役目は、あ、そうです、うん、愛着はあるが、愛着はあるし、でもパッシブはもう手に入れました。覚えてますし、覚えてますし、でもフレイルのことは忘れないよと。これもう売却、ほら見てください、パワーピースが4つ。わー、本当かな、本当に手に入るのかな、本当かな、嘘だ本当か、もう一回聞いてくれませんやりますか、売却、あ、本当ですか、もう一回言いますねすごい心配してくれるじゃん、いいや押すね、はい、売却、ほらパワーピース4つ。あ、でこのパワーピース4つがまた新たに手に入る武器の限界突破として、そうですね、4つあればできるんですもんね。そうなんですよ。でまたですね、今開催している、イベントクエストですね、トラビアを思う意志のように、はい、キャラクターが仲間になるクエストありますよね、はい、このクエストの終盤、はい、クリアしていくとそのキャラクターの星5の相性武器入手することができるんです。そうなんです、もらえるんですか。はい、だからそういうストーリークエスト、これはやっておくことをお勧めいたします、はい、なるほど、やります、はい、やります。さらにですね、さらに
装備に関してなんですけども、はい、4月アップデートでいろいろとちょっと便利になります、はい、その、便利になるどういうふうになるかということをですね、はい、今回特別に開発中の動画をいただきましたので、はい、すごいご覧いただきたいと思います、はい、どうぞ。さあまずね、この画面ですけども、こちら強化召喚の、はい、強化を選びます、はい、ほらもうすでに上のタブが分かれてますね。アーティファクトが入って、本当だ。そしてアシュラーを選んで、はい、オーブが、おーほら数、え数がこれでタップで選べますよ。これはしかも最大便利レベル最大、分かりやすい。さらに見てください、お任せを押すと一気にマックスを選んでちゃんと計算して強化してくれる。今まで10個ずつねポツポツやってたんです。やってましたね、ありがとうございます。これで、ね、ありがとうございます。そして今度売却、うん、売却、もちろん売る場合もこちらほら、あトン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 です。最大売らないよね、というふうにもう使いやすくなります。ほらしかもこう売るときもほら見てください、10以上選べる。あ、本当だ、10以上選べます、はい、最大30ぐらいまでいけるんじゃないかななんて思ってるんですけど、というふうにすごい素敵な機能が追加されます。ありがとうございます。ありがとうございます。さらにはかどります。我々も限界突破、はい、目指して頑張ります。頑張ってください。はい、はい、オペオペ。さて武器に関しては以上なんですけども、はい、フレンドのキャラクターを一人クエストに連れていくことが可能なのはご存知ですよね、はい、ちなみにお二人はフレンド、フレンドになってます。唯一のなってる、唯一の、はい、唯一お互いにお互いが唯一のではですね、そのフレンドに連れて行ってもらうキャラクターをどこで設定するかは分かってます。お、あれですよね、あのあね、なんかなんかキャラクター選択みたいな、はい、そうですね、ちょっと実際にちょっとやってみてもらっていいですか。はい、はい、ここの画面ですね。ここでこれだ、うんうん、おそうですね、左のオプションのユーザーデータ、はい、でサポート、はい、そうです、サポートだ、サポート、はい、ただ一点注意してもらいたいんですけども、はい、これ設定したキャラクターの装備パッシブはですね、設定した時点の内容が反映されているので、ひな自身の装備を変えたりとかパッシブを変えたりすると、はい、ここもう変えないといけないですね、はい、新しいもの、はい、なのでこの画面で新たに設定を、新たに設定をする、はい、忘れないでください。意外とみんな忘れてることあるんで、やっておきます。はい、はい、はい、ではフレンド設定については以上です。いや、いろいろ教わりました。コーリー先生ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、入門オペラ道場でした。オペオペ。では最後にこちらのコーナー、思い出の中から思い出してくれ。わーい、こちらは毎回番組内に登場したキャラクターなどのイラストを描き、うん、私と森下どちらが味があるかを競うお絵描きバトルコーナーでございます。ちなみに審査は本日ゲストの氷先輩でございます。お願いします。どきなさい。前回はモーグリを描かせていただいて、どちらが勝ったんでしたっけ。はいはい、私でございます。なるほど、まあ、味ではな、うまいんですよ、はいはいはい、絵がうまくてちょっと違った、勢い勝負味の勝負、味がち。では行きましょう、はいはい、今回のお題行きましょう。今回のお題は、はい、サボテンだ。はぁ、サボテンだ。これ簡単なんで30秒で行きますよね、はい、30秒制限時間は30秒です、はい、では行きましょう。お絵描きバトルスタート。はい、サボテンダーです。もうそ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 う、うまいですね、分かってる分かってる、そういうことですね。もう前回でも戦いましたもんね、前回の放送で戦ってますから。残り20秒、10秒経過しました。あれこんなだっけ。はい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 、そして前回のちゃんと生かしてカラフルも使っているかどうか。エロいな、はい、5秒4 3 2 1終了。ペンを置いて手は膝の上じゃあ、小和田さんいきますかね。はい、小和田さんのサボテンだ。はいはいはい、いいですね30秒でね、塗ろうとした心意気を、ね、
サボテンダーは自信ある。クロスサボテンダーがこう、ね、走っていう感じをね、最初はこう正面から描こうと、正面からしようと思ったら一本になっちゃったね、これはいかんっていうのでこのポーズに変えたっていうね、そういう逸話もあるサボテンダーですけど、よくご存じで、はい、毛がサボテンダーいい感じですね、はい、そしてじゃあいきますよ、はい、できどんちょっとキュウリのお化けみたいな。あれこれはポイントはね、うん、茶色いラインですね。あそこなの？茶色いラインあるね。なんか色を使った方がいいっていうのがこうふって聞こえて、はいはいはい、もう急いで撮った茶色。最後やっつけ感がある茶色で。よっていうなんか親しみやすいね。モンスターより友達より。こ、うんうん、ういうことだよでも。これ何これさて2人の作品が出揃いましたけれども、はい、ジャッジの前にまず実際のサボテンダーを見てみましょう、はい、しましょうしましょう。あこちゃん、あ下だね、結構顔が森下さんの方はそうですね、あでも確かに線がね、うん、優しいこれはもうでも結果勝者は、森下さん。やったはい、ありがとうございます先生先生小原さんはね、うますぎる。うまい、うまいって、うますぎる、初めての評価、うん、なんかね、でもどうだろう、うますぎるかでもなんかやっぱ親しみありますもんね。優しいありがとうございます、はい、先生ありがとうございます、はい、次回はどんなイラストを描くのかどうぞお楽しみに。以上、思い出の中から思い出してくれのコーナーでした。オペオペ。さて、お送りしてまいりましたディシディアファイナルファンタジーオペラオムニア公式番組オプティマスオペレーションの第2回、そろそろ終了のお時間となりまして、はい、では、はい、次回の宿題教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、今回やはりせっかく武器についてやりましたので、はい、星5武器を1つレベルマックスにしましょう。星5の武器を1つレベルマックス、はい、レベルマックスです、はい、限界突破の段階は何段階でもいいのでレベルをマックスに、はい、マックスいう状態にしておく、はい、ということですね。青くしてもいいのよ。頑張ろう。頑張ります。そんだけそうやってればね、武器も愛着が湧いてくる。そうですよね。そうですよね。わかりました。頑張ります。はい。はい、ということでですね、私たちがこのお題をクリアできたかどうかは、次回の配信にてご確認くださいませ。はい。さて、そろそろ本当にお別れのお時間でございます。堀先生、はい、感極まったな。感極まったか。コーリー先生と言おうとして、コーリー先輩って書いちゃって今コーリー先輩最後かもしれないだろう。だからいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。なんかいかがでしたでしょうか。いやでも楽しかったですね、うん、やっぱり今日やった装備武器っていうのは楽しむための要素の大きな一つではあるので、はい、ボリュームとしてたくさんあったんですけども、むしろお二人どうですかね、武器について理解は。結構最初難しくて、はい、ストーリーを、はい、あのガンってパワープレイで進めてわかるわかるわかる。今日でだいぶ武器について分かったので、これから強くして、はい、私も全然武器の強化には触れてこれってなかったので、もうクリスタル覚醒して育てるみたいな感じだったので、うん、これからはいろんな角度から強くなっていきたいと思います。それを聞けて私は感無量です。ありがとうございます、はい、またお会いしましょう。また来てください。教えに来てください、はい、さて次回の配信はですね、はいはい、オペラオムニアの公式ツイッターなどをチェックしてくださいね、はい、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ、はい。